おはようございます。手補帳のギターの小松と申します。よろしくお願いいたします。おはようございます。アラブラックの代表になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません、あと橋原区の方で、サーケリーというものが、長をやっております。よろしくお願いします。先日我々、皆さんの代表といたしまして、山田市やってまいりました。で、確かに立派な山田市だったと思います。しかしやはり、こうみんなの顔がないっていうのは正直言って寂しい思いがいたしました。しかし里引きは何としても、林和義と申します。よろしくお願いいたします。おはようございます。今回駅長になりましたアラプラの三沢博和。続いて立て方をお願いします。はい、皆さんおはようございます。私本柱の最後を飾る立て方の今日お世話になりました橘の花岡でございます。一番最後秋の2を立派に、立て本柱ができるように頑張ります。よろしくお願いいたします。おはようございます。立て方の服を務めさせていただきます三沢の片村雄二と申します。よろしくお願いします。おはようございます。アラプラの山本です。皆さんよろしくお願いします。アイザーク代表の相田勤です。よろしくお願いします。駒沢区の宮沢和弘と申しますけれど、本来町は宮沢大仙でやります。よろしくお願いします。今回木造り係長を務めさせていただきます橋原の脇坂隆義です。よろしくお願いします。先日、こうした春さんの木造りを立派に仕上げることができました。ありがとうございます。里引きは、冠落とし精一杯最後まで務めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんおはようございます。駒沢区の宮沢茂です。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。沢区の久保の清美です。よろしくお願いします。荒倉区の熊谷健一です。よろしくお願いいたします。次に A 工事に自分の安全性の安全も伺うけど、はい、9号を担当します。今日は橋原の林さんです。私は副ですけどよろしくお願いします。皆さん安全にお願いします。寺安全の宮沢清正です。セレモニーの橋原の丸山です。よろしくお願いします。
引き綱係の長の、三沢の横井隆です。よろしくお願いします。警備誘導の荒倉区の山崎雅です。よろしくお願いします。紀州高張超人係の三沢区の片倉和明と申します。先日はございますが、諸先輩方を差し置いて決意表明を述べさせていただきます。まず1日目、川岸地区再生委員会本柱栄光の象徴であることを自覚し、春宮4の追いかけ綱との距離100メートルを堅持しつつ、締めかけから下馬橋までの1400メートル、秋宮1の梅雨払いを務めさせていただく所存でございます。当日はよろしくお願いいたします。おはようございます。写真係長の駒沢区の宮沢剛と申します。よろしくお願いします。なお今回撮影した写真についてはすでに、インターネットでアップロードしております。川岸御柱で Google ヤフー等で検索していただけますと、すでに木造り山梨等を見れるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。山田さん、佐渡右にはよろしくお願いいたします。あ、皆さんおはようございます。木遣山頂を務めさせていただきます荒倉の和栗と申します。どうぞよろしくお願いします。山立ちの時はなんか手探りの形でもって、今まで経験がないやり方をしてなんとか引き継げることができましたので、皆様どうもありがとうございました。で、今回、副団長をやっております立花の入植団長なんですけど、8日目に、網膜視力ということで今ベッドで横になってますので、全然いないんですけど、よろしくお願いいたします。はい、駒沢の宮沢一郎です。よろしくお願いいたします。さあ、横内隆一でございます。よろしくお願いいたします。終了とさせていただきます。
本日はご苦労様でした。ご苦労様。ご苦労様。